はい、本日は羽生田忠勝選手、西武ライオンズでございます。羽生田選手といいますとね、やはり遠投127メートルの強肩が売りの選手ではね、実際にねその強肩のプレーをね見てみましょう。ライト前ね飛んだあたり、これねホームインするわけじゃないですか。そこを羽生田バックホーム、見事ホームタッチアウトですね。羽生田選手は茨城県出身で、高校は土浦日大高校、3年夏の大会ですね、決勝まで進むわけですが、こちら保護第一校の関清香選手、4年後にねロッテドラフト1位でね入団する選手に完封されてね甲子園出場することはできなかったわけでございます。そしてその秋1982年、こちらドラフト1位の面々でございますがね、やはりね競合したのは数日荒木大輔投手、そして、ね、南海ホークス1位は畑山仁志投手、そして斎藤のね、斎藤じゃないわ、荒木の外れ1位はね、ジャイアンツ180勝ね、挙げました、斎藤正樹投手ですね。そしてね、こちらが西武ライオンズのね、ドラフト1位から6位までの面々でございますが、羽生田選手はドラフト外でのね、入団になるわけなんですね。この当時のね、西武のね、ドラフト外というのはね、よくあるんでね、79年にはなんとね、9人もドラフト外ね、指名じゃないよ、入団させているわけでね、こちら西岡選手はね左キラーでも有名でしたので、まあ、羽生田選手と同じようにね強肩の、ね、返してもらったわけなんですよね。そして80年はねなんとドラフト外が10人ですからね、ここね結構 A 選手いいんですよ。まあね、ドラゴンズへ移籍してね最多勝を取りました小野和之、そしてねなんて言ったってやはりね秋山浩二選手じゃないですか。まあね、ドラフト外からのね大化けをね期待されるわけなんでね、まあそのね大化け期待の一人として羽生田選手もね入団するわけでございますが、最初のね2年間というのは2軍ぐらい、そしてですね当時はですね本名の羽生田忠之というね登録名でねプレーされていたわけなんですね。でね、3年目の85年にはね、こちらのお写真のね相馬選手らとともにですね、アメリカ野球留学、これもね西武の当時のねあるあるですよね、サンノゼ B 勢ね留学するわけなんですが、その時のねチームメートがこちら後にね中日ドラゴンズでね94年95年とね連続で首位打者をね獲得しましたアロンゾ・パウエル選手もねいたわけでございます。そして4年目86年はねスイッチヒッターにも挑戦、そして5年目はですねこちらにございますように背番号もね10番にね変更になるわけでね、ついにね1軍昇格する機会がねやってくるわけなんですよね。この年はですね13試合出場してるわけですかね、打席はゼロでね本当に守備そして代走要員だったわけですが、この羽生田選手この中でね忘れられないねゲームがあるわけでございます。それがこちら5月6日の日本ハム戦、9回ね裏を迎えまして3対2西武1点リード、ここでね守備型に出ておりました羽生田選手のところにねフライを、これをなんと落球する、こっからがすごい、この強肩はすごいけど伊藤選手がね弾いちゃうんですよね。これはね時速170キロぐらいあるなんてこと言われてましたけど、羽生田強肩健在というわけですがね、ここね落としたことがねダメだったわけでね、そして西武はねなんとねその後サヨナラ負けするわけですからね、羽生田選手はですねちょっと辛いですよね。そしてね仮のバスの中ですね、まあ、当時の同じ若手のこちら大久保博元選手がね、まあ、後にね語られているのにはね、まあ、バスの中でね羽生田さんはね目線が動かない、相当ショックだったみたいで、このまま死んじゃうんじゃないかなって思ったというぐらいね、かなりねこう精神的にはね参ってたみたいなんですが、そりゃそうですね、あのフライね取ってればねそれでゲームセットですからね。そしてね翌6年目のね88年ねまた野球留学でね、今度はね鈴木健選手なんかとともにですね三ノ瀬ねジャイアンツへね行くわけなんですがね、まあねプレーをしてるとねまあミスを気にしないね、まあ外国人独特っていうんですか、そういうね選手を見てもうそのね悩みが吹っ切れたということらしいんです。そうしてですね、まあ、強肩選手に、ね、贈られると言われる、ね、ベストアーム賞というものを、ね、受賞されるわけでございますね。そして、ね、よく7年目となります89年にはですね、まあ、登録名をですね羽生田忠勝に、ね、変更いたしまして、ね、まあ、あとはですね羽生田選手にやはり、ね、守備がいいわけ、足も速い、となるとね、あとは打てばレギュラーというところまで来たわけでね、この年はですね39試合でね2割5分8厘というね、まあ、数字を残されているわけなんですよね。ここはね2アウトながらね1塁2塁とねチャンスの場面、ここね1本打ちたいところですが、ね、総投手のですねなんていうんですか、あの球の切れ結構いい感じでね来てますよね。なかなかね打てそうにないねストレートがバシッ決まってる感じじゃないですか。でもねここで打つことが大事じゃないですか。そしてね2エンド2とねちょっとね追い込まれる形になっていくから三振ですね。翌8年目のね90年はね47試合2割3分9厘とねちょっと試合数もね増えたわけなんですがね、10月12日のねロッテ戦でですねなんとファールフライを放ってね
まあ、川崎球場のフェンスに激突しちゃってね、左膝をね、まあ、骨折するというね、重傷を負うわけなんですよ。そしてね、手術をして迎えました9年目、91年はですね、まあね、センター秋山、ライト平野というのはね、もう鉄壁でね、決まってるわけなんでね、あとレフトをですね、バークレーを吉武、森選手なんかとね、争うわけなんですよ。そしてですね、56試合でね、2割並ぶ4人のね、成績を残されるんですね。まあそうなるとね、レギュラーまであと一歩ということでね、まあ10年目となりますね、区切りの年ですよね。92年ね、まあ自主トレからね、張り切るわけでね、独身空手のね、荒行に参加してね、気温マイナス7度、北海道ですよ。でね、なんかもう足がね、凍傷になっちゃったらしいんですよ。そしてね、まあ凍傷は治らん前にね、まあランニングとかしたことでね、まあ可能してね、傷が悪化でね、なんとね、キャンプにね、参加できなくてね、治療に専念していたことからね、まあこの怪我でね、凍傷ボーイになるね、ありがたくないニックネームもね、もらっちゃうことになるわけなんですよ。そうなるとね、まあ成績もね、ついてこないわけでね、24試合で1割8分2厘に終わるわけなんですがね、10月4日にですね、日本ハム戦で河野選手からね、プロ初ホームランを、ね、打つわけでね、まあこのホームランがね、生涯唯一のね、ホームランになるわけなんですね。翌11年目のね、93年はですね、まあ、平野選手がね、ちょっと不振ということでね、その平野に代わりましてね、まあ、レギュラーというかね、出番が増えるわけなんですけどね、なかなかね、シーズン通してね、そのね、レギュラー定着とまではいかなかったわけですが、44試合で2割7分7厘の成績。翌12年目のね、94年も73試合でね、2割9分2厘とね、まだね、ちょっとね、ある一定のね、成績はね、残されてるわけなんですよ。しかしね、この頃はね、今度は肘を痛めてね、なかなかね、成績もね、思うように上がらなくなってね、13年目となります95年は45試合でね、1割3分3厘という成績に終わりましてね、オフに入団いたしましたドラフト1位のこちら、高木大成選手にね、背番号10を譲る形となってしまうわけなんですね。そして14年目の96年ね、西武球団初のですね、背番号0になるわけですがね、まあ、1軍出場はなくね、そして15年目の97年ね、まあ、春先3月にね、肘のね、手術をね、するわけなんですがね、なかなか良くならずにね、まあ、出番もなくね、この年をもってね、引退されるわけでございます。羽田選手、通算成績はと申しますと、341試合、115安打、1本塁打、25盗塁、打率2割5分8厘のね、成績を残されております。最後はですね、まあ、落球はいたしましたがね、見事な強肩ぶりをね、披露しましたね、羽田選手のね、プレーを見ながらお別れしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。では